ミキさん大好きです。おはよう、順平。あら、今日は早いのね。ああ、うん。行ってらっしゃい、お母さん。じゃあ、明日の8時半に公園前ね。おやすみ。早すぎたな。うん。あ。まあ、そのね。いろいろ突っ込みどころはあるけども。完成度高。これは田島春です。いや、そういうことじゃなくてさ、いつからいたの？8時半待ち合わせだよね。早起きしすぎてしまって。後ろからの威圧感すごいな。もう泥だらけ。うちで洗ってきな。あ、またね。あの子誰？たまに一緒に砂遊びする小学生で。こういう関係やばいね、高坂。てか何？朝からそんなに泥だらけになることある？改めて見るとえぐいね。ご迷惑おかけします。あら、大変。今日って大雨だったかしら？大丈夫だよ、お母さん。今日はいい天気。なんだ、公園で砂のお城作ってたの？雨じゃなくてよかったわね。田島春はお城というかお墓ですね。私ね、ベルサイユ宮殿がいいわ。高坂を家に連れてくると収拾つかなくなるから嫌だな。シャワー好きに使ってくれてオッケーよ。ありがとうございます。タオルとか着替えとか置いとくから。じゃあお母さん仕事行くから。お、若い子同士ごゆっくり。あ、でも遅刻せずにちゃんと学校行くのよ。ん、はい。それじゃ行ってきます。そうだった、高坂って同級生男子じゃん。全然意識してなかった、その犬感覚的な。お兄ちゃんの服ちょっと大きいかな。まあいいか。高坂、うん、タオルと着替え置いとくよ。すみません、ありがとうございます。脱衣所の扉の前にいるから、何かあったら声かけて。はい。お母さんが変なこと言うから。高坂なんだし気にするだけ無駄だって。ミキさん、あのタオル2種類あったんですが、どっち使ったら。声かけてって、どっちも使えば。心底どうでもいいな。悪いですし。そんな格好で急に飛び出てくる方が明らかに心臓に悪い。まあ確かに、もともと見てくれは悪くないんだよね、こいつ。本人は気づいてないみたいだけど、犬扱いは好きでいてくれる高坂にも失礼。いや、やっぱ犬だわ。どっち使ってもいいから早く拭いたら。アゲハ今日遅くね、なんかあった？大丈夫、ギリギリになるとは思うけど。まあ多分間に合うっしょ。シャワーありがとうございます。どういたしまして。ちょっと大きいかなと思ったけど似合うじゃん。え、一枚写真。はい。ん、何してるんですか？インスタ。え？おはよう。寝癖ついてるよ。どの辺が犬？